こんにちは、ケイダーです。今日は英雄の書をつけたキャラが50体突破したんで、それぞれね、紹介していこうと思います。最近つけたキャラ2体と、最近よく使うキャラ5体、そして後悔してるキャラ5体を紹介していこうと思いますので、よかったら最後まで見てください。ではまず最近つけたキャラ見ていきましょう。まずはこいつですね、ヒツガヤ藤四郎でございます。飛行アンチ磁力バリアアンチブロックの反射タイプですね。で、このキャラは汎用性めちゃめちゃ高い上に、ステータスがめちゃくちゃ高い。結構こういうね、トリプルアンチ持ってるキャラとかだったら、ステータス低いとか友情コンボ弱いとかあったんですけど、まあ、このキャラはステータスも高いし、友情も強いしね、割とね、欠点がないキャラなんですよね。なんで今回つけました。友情コンボも長距貫通ホーミングと長距崩壊というところで、めちゃめちゃ強い上に、友情コンボクリティカルを持っております。SS はターンが20プラス8ターンの、2ターン遅延自強化 SS でございます。ただ倍率は低いんで、まあ、どっちかというと遅延をメインに使う感じなんですけど、まあ結構ね、即必殺も全然ありかなっていうふうに思ってましたが、厳選途中にね、割といいものを引いたんで、これで厳選終了しております。で、この動画撮ってるのは金曜日なんで、まだモラルが来てないんですよ。もしかしたらモラル土適正かもしれないんで、土適正となればもうめちゃくちゃつけてよかったなっていうふうになります。これはね、モラルが決定する前につけていたんで、まあどっちみち気に入ってはつけていたんですけども、まあ、かなり強いキャラなんで、モラルで適正となれば、まあ、戦型騎士で味方サポートもできるし、いいかなというふうに思っております。このキャラ自体が死神なんでね、攻撃の恩恵がこのキャラしかないっていうところがちょっと残念なところでございます。そして50体目つけたのがビオルドの神化ですね、回復 S アンチ磁力バリアゲージアンチブロックの反射タイプでございます。貴重なアンチ磁力バリアとアンチブロックの降臨枠ですね。さらに、優秀なステータス持ってるし、SS 友情コンボともに強くなっております。友情コンボエナジーバースト4とクロスウェーブなんで、当たればめちゃめちゃ火力出ます。SS も優秀で4人に分身するものですね。なので、自強化としても使えます。これはモラルの、ギミック発表があってからつけました。でも元からね、こいつつけようかめちゃくちゃ迷っていたんで、もう決心しましたね。で、身は今、激臭 L っていう風になっておりまして、投資が使えなかったとして、こいつうまくで使えるならば恩恵ありますね。まあ、最初は同撃狙っていたんですけども、まあ、今後のことも考えてね、激臭でもいいかなっていう風に思いました。こいつが記念すべき50体目でございましたね。まあ、こいつら全員紹介してたら時間ないんで、まあ、今回は省いてやります。まあ、結構ね、特例ついてるキャラ多いんで、大体ね、遊撃 L か同撃 L か即必殺 L っていう風になってます。最近よく使うキャラは、まずは小町ですね。もうこのキャラは本当にね、もう、あかん。いろんなところで使いすぎてあかんって感じなんですけど、まあ、ある種クエストブレイカーにもなりつつあるキャラなんで、重力ブロックのクエストだったら割とどこでも無双しております。ただね、次のモラルとかだったらもう属性効果超アップなんで、さすがにないとは思うんですけど、くしみ玉でも、活躍したし、まあ、前回僕アルカディア普通小町キャロでクリアしてるんですけど、まあ、そんな風にね、当時の高難易度クエストも属性効果無視してね、クリアできたんで、かなりやっちゃってるキャラかなっていう風に思ってます。まあ、証本当につけてよかったなってめちゃくちゃ思ってますね。そしてまあもちろんなんですけども、こっちじゃなくてモースの神化ですね。こっちよく使います。もう使用回数1700回いきましたね。間違いなく強いキャラなんですけど、同撃 L と遊撃 L がついております。まあさすがにこのキャラは本当にね、出すの早すぎたんじゃないかなっていう僕は今でも思うんですけど、マジで火属性のクエストをぶっ壊してるキャラなんでね、モースの勢いは止まりません。そしてソロモンの神化ですね。まあこのキャラもめちゃくちゃよく使っております。まあ、使用回数もうすぐ1000回いくっていうところですね。まあ遊撃 L と同撃 L がついてるんで、まあ普段使いでめちゃめちゃ強いよっていう感じです。まあ本当にね、ボムスロー強すぎますよね。14万ある、かつサビ友情の弱点貫通も1万8000あっても、ボスに対しての火力は半端ないんですよね。まあ、雑魚一体に対して狙い撃ちするのはちょっと難しいんですけど、本当にボス特攻できるようなキャラなんで、持ってる方はぜひ A の書つけてほしいなと思ってます。そしてカムイですね。このキャラもよく使ってます。まあ運極っていうところがあるんで使ってるんですけど、まあ、身はこんな感じですね。なんか最近ね、やたらと貫通ゲー増えた気がするんですよね。コラボのクエストとかでもそうですし、あらゆるところで割と貫通タイプが輝くんで、イコールこの落雷とか、あと何でしたっけ、拡大爆破弾も、まあ、弱点に判定拾いやすいんで、かなり使いやすいかなと思ってます。地味にこいつ超アンチワープ持ってるんですよね。なのでワープ出るクエストだったら火力も上がります。ロボットキラーも地味に持ってます。
そして最近よく使うキャラ、ラストはアルブタですね。まあ、このキャラはマジでチップ層が強すぎる。それ以前に普通にステータス層もめちゃくちゃ高くて強いんですけど、チップ層マジで強いね。で、身はこんな風になっておりまして、SS がですね、敵に当たるごとに電撃を放つんですけども、攻撃力の2倍の電撃を放つんですよ。なので、こいつだった場合、大体6万8000の電撃を放つんで、一発殴ると、まあ、大体10万出ますよっていう感じなんで、自強化として考えたらめちゃめちゃ強いんですよね。なので、SS も全然捨てがたいキャラかなというふうに思ってます。まあ、マイスイム重力バリアっていうところもいいですし、やっぱ、オリンでマイスイート重力持ってるキャラってほんと少ないんで、希少性も高く、本当に優秀な降臨枠だと思ってます。見た目もちょっと可愛く見えてきましたね、最近は。そして後悔しているキャラ5体を発表します。まあ、つけてね、こいつ別につけなくてもよかったなとか、マジでこいつつけた意味なくねっていうキャラたちですね。まあ、最近は映画賞をいっぱい配っているんで、そんなにめちゃくちゃ後悔という感じではないんですけども、別にいらんかったよっていうキャラたちを紹介します。まずは、カマエルの2体目ですね。もともと、こっち、進化の方にこれついていたんですけど、まあ、2体目当てた時に、まあ、結構カマエルの神化も好きだったんで、つけましたけども、まあ、最近ね、やっぱ火属性の強キャラが増えてきているんですよね、めちゃくちゃ。増えすぎていて、まあ、カマエル単体で使うことって、まあ、あるっちゃあるんですけども、そんなに頻繁にはなくなったんですよ。昔は結構使っていたんですけども、サブ友情が爆発っていうところを見ると、まあ、簡単性能高くないんで、まあ、一体でが一番いいんだと思いますけども、友情コンボ使いたいところだったら別キャラ使ったりするし、こいつね、やっぱステータス高いんで、殴り手使いたいっていう場合だったら、この進化を神化にサイドさせて使っていたんで、まあ、こっちである必要がなかったんですよね。なんで、このキャラは今現状を考えるとそこまでやっぱ厳選もしないっていうところを見ると、つけなくてもよかったかなというふうに思ってます。まあ、頻繁に使うのであれば絶対これ厳選終わってるんですけども、使ってないっていう証拠ですよね。厳選終わってないっていうところが。はい。そして、ロミオですね。まあ、ロミオは、まあ、割とあれですね、衝動でつけました。重心が発表された時に、あ、かっこいい、強いっていうところで衝動つけたんですけど、後々ね、そんなにいらなかったかなっていうところですね。まあ、これも厳選割ってないっていうところで、まあ、察しなんですけど、まあ、ステータスは普通に高いし、超 HB もあってめちゃくちゃ使いやすいんですけど、まあ、いかんせん、やっぱ友情コンボがちょっと使いにくいっていうところで、普段使いがやっぱ低くなってますね。まあ、おそらくラグナロクで使ってる方は多かったと思うんですけども、まあ、僕またラグナロク、ラック折り返しぐらいでね、結構終わってないんで、そのうち使う場面が来るとは思ってます。ただ、それ使い終わると、本当にね、今後どうしようかなっていうところなんで、迷走中です。はい。3体目は、遊戯の神化ですね。これも割と衝動というか、当てた時に、マジでもう最初からつけようというふうに決めていたんですけど、まあ、照明と同撃力がついてます。というところで、まあ、闇マリクにね、めちゃくちゃ強かったじゃないですか。なんで、無課金攻略とか取るときに使おうかなというふうに思って、照明もつけたんですけど、まあ無課金が割ときつかったっていうところで、まあそれ以降も、まあもちろんこいつ強いんですけど、現状その出番がないんですよね。まあ SM と超重力ってなると、まあかなり直殴り系ですよね。高難易度向けなんで、まあこいつに見合った高難易度がまだそこまで、こいつが登場してからクエスト出てないんで、まあまあまあ、おいおいっていう感じだとは思うんですけども、現状、まあ別に、書はつけなくてもよかったかなと思ってます。まあこのキャラ自体は本当にめちゃ強いんですけど、書までいかなくてもよかったかなっていうところですね。そして、4体目は信長ですね。このキャラは情報修正する前につけていて、ルシファーも重心化する前、もちろんアリスも重心化する前につけておりました。マジで最初の頃ですね、つけた、ペンペンとコラボした時ぐらいにつけたんですけど、だいぶ前でございます。で、まあ、それからマッチで厳選はしてないんですけど、うん、まあ、最近ね、本当にね、魔法陣ブースがついてから活躍の幅はかなり広がって、まあ、最近こそ使うことは増えたんですけど、まあ、やっぱりね、ルシファーとかに食われていた時代が長かったんで、まあ、思い入れもそこまでなくなってしまいましたし、僕が初めて課金したのが、その、信長がね、初実装された時なんですけど、まあ、そういう思い入れがあったっていうのは理由の一つだったんですよ。ただまあ、もうその思い入れもね、ちょっと記憶に薄れてきてますし、ダメオン魔法陣って考えるとめちゃめちゃ強くて、まあ、遊撃もね、割と必須級のキャラかなっていう風になりましたね。永遠の書まではいらないかなっていうところに落ち着きました。まあ、とりあえず、まあ、同撃と
遊撃さえあればなんとかなるっていう感じだと思いますね。そしてまあこれはもうずっと言ってるんですけども、オベロンの神化ですね。まあ普通に見た目好きなんでいいと思ったんですけども、どうしても闇属性っていうところで推しメンとはいかなくなりました。かつ、即印刷と遊撃ケールついてるんですけど、当時は本当イザナギゼロで超無双していたぐらい強かったんですけど、最近はねイザナギゼロテキストめっちゃ増えましたし、まあ、オベロンの活躍する幅がどっちかというと進化の9の極ですね、近畿9の極になっちゃったんで、まあこいつ全然使ってないですから、まあ、僕本当1年ぐらい使ってないんじゃないかな。友情コンボ本当に強いんですけど、まあ、サビ浮上がねちょっと今っぽくないですよね。うん、まあそんな感じで、はい、まあ後悔してる中では一番やっぱオベロンが後悔してるかなっていうところになりました。まあぐいぐい最近よく使ってるのは、オタツミの神化もね、そのバウンドボムが面白いなっていうところで使ってるし、あとレキオですね。レキオも友情コンボ強いし、マイセームパンチダメージロールの貫通っていうところも強いしね、使ってます。そんなところですかね。まあ50体つけていろいろと、歴史というか思い返すところはあるんですけど、まあ、初めてつけた狙いがないから始まり、ようやくね、50体に行けました。A の書が出た当時は本当に非属性のキャラが弱すぎたんで、まあ、半蔵が1位じゃねっていう風に言われてたんですけど、まあ、だいぶ時代は変わりましたね。非属性強くなったし、光はやっぱり なんかいつの時代も強いなっていう感じですね。闇と光は強いなって思ってます。そのところで今回僕がつけたキャラたちを紹介しました。まあ、よかったらね、迷ってる方は参考にしてほしいなと思うんですけど、まあ、僕がつけてるキャラたちの根本的な理由としては、まずは限定キャラたちが多いですね。超獣限定、劇獣限定、色限定っていうキャラが多くなってます。あとはもう豪絶で使えるキャラっていうところとイケメンっていうところがポイントでございます。おっと、危ない。はい、そんなところですね。まあ、ぜひ参考にしていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、グッドボタンお願いします。チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。